はい、どうもこんにちは、平塚 YouTuber 新です。本日はですね、湘南クッキー東八幡店にやってまいりました。東八幡店はですね、湘南クッキーの会社がある横にあるのかなというところで、多分一番大きい湘南クッキーのお店になります。駐車場もですね、こうありまして、7台8台分ぐらいありまして、今回はね、こちらを紹介していこうと思います。湘南クッキーアウトレット販売所というところで、こちらにも書いてあるんですけども、定休日なしで営業時間が24時間アウトレット販売所のみ、お問い合わせは平日土曜日を8時半から5時までとなっております。今回はね、こちらの湘南クッキー東八幡店を紹介してまいります。まあ、その他にもですね、湘南クッキーの歴史なんかもね、この後動画で紹介しようと思いますので、ご覧いただければと思います。平塚 YouTuber ではですね、平塚の情報をおまとめして皆様にお伝えするチャンネルでございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは湘南クッキーの店内の紹介を始めたいと思います。はい、今ですね、撮影していたら僕一人だけになったんで、やったーということで中で撮影をしております。結構その面白い商品がたくさんありましてですね、こちら4000円相当が入っています。1箱1500円、箱の中身と賞味期限は箱に貼ってある見本で確認してくださいと。4000円分のものが1500円で売ってるということで、あとはもう僕ね、湘南クッキーってね、全然ね、種類がないなという、種類がないんじゃないかという勝手な印象があったんですけども、いや、すごい種類が豊富でですね、この湘南クッキー本当にね、たくさん種類がありまして、いや、驚きだな。こちらのようにですね、販売されているものには大体こう賞味期限や、保存方法や原材料名が必ず見えるように配置されているような気がします。多分配慮してるんじゃないかな。でここ東八幡の湘南クッキーはですね、総本山というか本社がある場所なので、一番種類が多いんじゃないかと思います。湘南クッキーギフトコーナーといって、湘南クッキーギフト商品はギフト包装のため手提げ袋や領収書をお付けしていますと書いてありますね。会社でも使えるということですね。こんなにね、種類があるんですよ。今回ね、何を買おうかなって思ったんですけど、どっから買っていいかちょっとね、種類がありすぎるんですけども、多分この湘南まんまのご自慢クッキーっていうのをね、買ってみようかなと思います。100円5枚かあるかな。こちら冷蔵販売機でですね、割れチョコ、ホワイトチョコ、湘南たっぷりブリアン、ふわふわガレット、ブランデーケーキなどございます。いちごハートチョコレートとかございますね。結構1000円分ぐらい買ってみようかな。思ったよりその量がたくさんで、なかなか食べるのは大変ですね。こちらも賞味期限間近、1000円相当のお楽しみ袋が500円ということで、これもね、大変お得なんじゃないかと思います。1000円札入れると多分100円で来るんじゃないかと思います。よし、どれにしようかな。多分この湘南まんまのご自慢クッキーってやつが定番なんじゃないかな。買ってみましょうか。やばい、何枚入れたか分かんなくなっちまった。あと1枚ですね。はい、開きました。こんな感じで購入するわけですね。なるほど、湘南まんまのご自慢クッキーを購入です。はい、上はこんな感じですね。あとはどうしようかな。思ったより種類がたくさんあるので、どれにしようか迷いますね、かなり。こちらにしましょうか。おからと豆乳は、和って名前なんですかね。7番ということで、こちらを押して、おー、結構どれも箱が大きいな。はい、これ2つ買いました。あと残ってるのが220円、どうしようかな。220円、この80円90円シリーズとかも買ってみようかな。はい、満月サブレを購入。カシューナッツを練り込んだ贅沢なサブレというところで、おお、こうやって開くんだ、かわいいな。これくるって回るのかな。お、ピー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 って音が鳴ってしまって回る。おお、自販機っていうのはたくさん種類がありますけども、自販機オタクの方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、残りが130円、これなんか130円のものがあればいいんですけども、こんなうまくはいかないかな。あ、130円あった。消風と太陽130円、こちらにしましょうか。23番、はい、というわけで大量に購入しました。こちらでね、全部でちょうど1000円分になりました。イエーイというところで、ちょっと買いすぎたんで、会社の方と、家族と一緒に食べようと思います。はい、というわけで今回は湘南クッキーアウトレット店に行ってまいりました。ここからはですね、湘南クッキーの歴史を伝えていこうと思います。
まず湘南クッキーの歴史なんですけども、先ほど訪れた、工場はですね、1979年昭和54年から稼働しているもので、湘南クッキーは生産したクッキーを卸販売するいわゆる OEM メーカーです。 OEM というのは他社ブランドの製品を製造すること。日本語では相手先ブランド名製造、輸入先商標による受託製造などと訳されるということで、湘南クッキーではない、お土産とされる多分クッキーを作っている会社が湘南クッキーの元の会社と言えるんじゃないでしょうか。現在もデパートなので各ブランドの商品として当社製造のクッキーがショーケースを飾っているみたいです。なので皆さんもクッキーをお土産で見かけたら、もしかしたらその中身は本当は湘南クッキーかもしれないですね。で、どうしてもですね、卸でクッキーを製造していると欠陥品が出てしまうんですね。あと B 級のものとはいえ味には問題なくてちょっと欠けてるぐらい。で、どうしたらいいかって考えた時に、地域の方に安く商品を食べてもらいたいということで始めたのが湘南クッキーです。で、毎日何トンものクッキーを作っていればですね、ジャムの量が規定を超えていたり、ちょっと欠けてしまったりといったものができてしまいますよね。で、客先に卸すことが難しい規格外品を業界では10に満たないということで、キュウスケと呼ぶみたいです。もともとこれらのキュウスケを工場前で売っていたんですけども、人手不足もありまして365日24時間売る方法はないのかなと考えた時にできたのが湘南クッキーの皆さんご存知の自動販売機というわけです。なので湘南クッキーは今自動販売機を中心に販売されているということになります。その中でも一番アウトレット品が多くてたくさん品揃えがあるのが、先ほど訪れた東八幡店の湘南クッキーアウトレット店になります。2009年に改めて湘南クッキーとしてスタートし、自動販売機を設置したいという要望にできるだけお答えしていたら、北は大和市、東は横浜市、西は小田原市までございまして、設置台数は約100台を超える規模になったみたいです。100台ってとてもすごいですよね。平塚でも暮らしていると湘南クッキーの自動販売機をよく見かけ、あ、ここもあったここもあったって思ってですね、いやこれ紹介しないとなと思いながらも、やっと紹介することができました。クッキーを生産しているのは先ほど紹介したアウトレット店の横の工場ですから、そこから運べる範囲でないとちょっと自動販売機を設置するのは難しいと言って、神奈川県を中心に置いているんですけども、ちょっととても遠くには運べないみたいです。はい、というわけで今回はですね、湘南クッキーの歴史について紹介しました。いや、僕もですね、今回調べてみてかなり自分の中ですっきりしたところがありました。やはりですね、アウトレット品とはいえですね、味に問題なくちょっと欠けてしまった B 級品をですね、やっぱどうしようかなと考えた時に再利用しているという点はですね、とても無駄がなく素晴らしい販売戦略だなと思いました。最後にですね、先ほどたくさん買いましたクッキーを、食べていこうと思います。こちら、潮風と太陽ですかね。たっぷりキイチゴジャムが入っている8枚入りのものなんですけども。他にもですね、こちら湘南満月サブレ、カシューナッツを練り込んだ、贅沢なサブレ。また、湘南マンマのご自慢クッキー、24枚入りなんかもね、ございまして。あと、おからと豆乳は、って書いてありますけども、こんだけ買ってもですね、合計でまあ1000円というところで、1000円ちょうどですよね。なのでですね、皆さんもぜひアウトレット店行ってみてはいかがでしょうか。こんなに買ってもね、1000円ですよ。これをたくさんお土産にいただいたらとても1000円とは思えない量だと思います。潮風と太陽がね、結構人気みたいで、先ほどサイトを見かけたんですけども、そちらでも1位と書いてありましたので食べてみようと思います。一袋あたり362カロリー。はい、ところでこちらですね、キイチゴジャムたっぷりというところで、はい、こんな感じです。それでは食べていきます。お、もういい匂いがする。ちょっと結構くっついてますが、はい、いただきます。うん、クッキーがですね、甘いんですけども、キイチゴの酸味がとても効いていてですね、バランスが最高ですね。これは結構ね、甘ったるくもなく、とても食べやすい味だなと感じました。でもですね、やっぱクッキーなんで飲み物は必ず用意してから食べましょう。これせっかくなんでですね、他の商品もですね食べませんが、ちょっと中身を見てみましょう。中はこんな感じで簡単なセロハンテープのようなもので留められております。こちらはおからと豆乳はという商品です。おー、こんな感じで入ってるんですね。こんな感じです。2枚入りですね。いやちょっと量がすごいな、これ。これで今料金が出てると思いますけども、こちらは、湘南マンマの、ご自慢クッキー、賞味期限が2020年5月25日までということで、約2ヶ月間ぐらい、2ヶ月、3ヶ月間くらいある商品ですね。こちらも本当にたくさん量が入ってそうで、
ビビってしまいそうなんですけども、アウトレット品ということであんまり包装はデパートとかで見るお土産品に比べれば劣ってしまうんですけども、まあ中身はね、味もね問題ないのでですね。おーすごい、こんな感じで、いやこれもすごいな、ちょっと何枚入ってんのこれ、24枚入りってところで、いやたくさん入ってます。本当にこれは、皆さんでいただこうかなと思います。はい、というわけで今回はですね、湘南クッキーを紹介しました。皆さんもですね、湘南クッキー東八幡店、はい、どうしてしまいましたけども、皆さんぜひ行ってみてはいかがでしょうか。4000円分のものが1500円で売ってるみたいなものがありましてですね、気になったんですけども売ってなかったんでですね、またチェックしてみたいと思います。というわけで、平塚 YouTuber では平塚のお店、企業、個人など平塚のことを紹介しております。チャンネル登録、コメント、評価ぜひよろしくお願いいたします。以上、平塚 YouTuber しんでした。では。